出町柳駅方面ホーム入口や瀬冷山口方面ホームから出発する比叡一条寺駅は、京都府京都市左京区一条寺里,里の西町にある永山電鉄永山本線の駅。駅番号は E04。駅名は駅所在地の地名に由来する。地名の元となった一条寺はかつて平安中期から、 中世にかけて当地に存在した寺院であるが、その詳しい所在地は不明である。対面式2面2線のホームを持つ。平素は、駅員無配置駅であるが、平日の朝と卓客時の土日のみ係員が配置される、ため、出町柳方面行きホームの出入り口には、改札口上の柵が設置されている。出町柳駅行きホームにのみ券売機が設置されており、 平日は7時30分から20時30分まで、土曜日と休日は8時から20時30分まで稼働する。入り口はホームの出町柳駅側にあり、満州道の踏切に面している。八瀬比叡山口駅、倉間駅行きホームはホームのほぼすべてを、出町柳駅行きホームは約1両分の長さの上屋で覆われ、ワンマンカーの上降口をカバーしている。 上下ともにバリアフリーには対応していない。道路からホーム面までの階段のみであるが、車椅子等での利用には介護者が必要。駅は満州院道に面し、商店街の中にある。開設当時から商店が並んでいたが、戦後市場が開設され、満州院2にバス路線も通じた。1960年代、駅西側は当時都市中心部以外では珍しかった。 映画館やパチンコ店などを有する商店街、観楽街として発展した。1980年頃から衰退し映画館も廃業しているが商店街としての様相は残している。京都大学や京都工芸繊維大学などの大学への通学圏内にあることから現在は大学生相手の店も目立ち、とりわけ駅西側を走る東。 王子通沿いには、京都ラーメン専門店がの木を連ね、ラーメンストリートや、ラーメン街道、ラーメン銀座と呼ばれる。付近には、四川道、一乗寺下がり松など、観光名所も多い。現在の京都市営バスの最寄り停留所は、駅から東へ400メートルほどの白川通に面した5.6 5北8号系統。 一条寺下り松町と西へ300メートルほどの東大寺通りに面した31号、京都、一条寺高槻町である。区間制度となっている営電の普通運賃であるが、商店街利用者を考慮して、東駅三宅八幡駅を一区としていた時期もあった。ABC、各駅情報一条寺駅、営山電鉄、2016年2月11日閲覧。 A.B. 山谷和也、俗、駅名物語英山本線、倉間線に沿って、鍵港、1992年、30ページ。ISBN4 から797049014。一79条寺、下がり松。京都観光ナビ、京都市観光協会。2020年8月9日閲覧。A.B.C. 曽根悟る、週刊歴史で巡る、鉄道全路線公営鉄道。 私鉄4号京福電気鉄道、永山電鉄、佐賀の観光鉄道、京都市交通局、朝日新聞出版文冊百科編集部、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2011年4月3日、14から15ページ。今尾圭介、日本鉄道旅行地図長久関西に、新庁舎、2009年、40ページ。 ISBN 978から4から10から79万27から2、京都府一条寺のラーメンストリートで濃厚こってり系京都ラーメン巡り、マイナビニュース、2016年2月11日閲覧、ありがとうございます。